はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9ライブ配信始めていこうと思います。今回は前回までで長距離線および私鉄線延長のシリーズを終えまして、今回は新しいシリーズということで、地下鉄の路線があるわけですが、そちらを延長していきたいと思います。地下鉄ってどこだ？ここですね。ここのトンネルから出てくるルートですね。これが地下鉄になります。こんな感じで、都心をくまなく通った後に、北に登って、この、一度地上に出て、ここで、大きく地下鉄専用車両は、メトロ1万系は、運用を終了。そしてこの先は、快速列車のみの運行になります。で、快速列車ですが、3駅通った後に、ここの空港東まで今走っているわけですね。阪急。というか、なんだろうな。地熱発電所ってあれ？使ってるよな。ここに出てきて、っていう路線ですと接続してるわけですが、で、一応ここまで、川を渡ったとこまで延長しているので、今回は、ここのルートをどちらを通すのかっていうところですね。次の駅は当然相良大野なんですが、近駅。
った地下鉄駅だ。これが12両編成か。ここを通すべきなのか、こう通したらここの下を通ってここまでですよね。それかここの後はこちらから回っていくのか、こっちからやってきてここに接続する可能性もありますよね。まあでもそれはないか、遠回りになるもんな。からこう入ってるのに、まあでも相良大野とかこの辺りで分岐しないとダメだなとは思ってます。相良大野から先こっち側に行く路線の計画もしないといけないですね。なので相良大野は2面4線かなで組みたいと思います。なので地下線としてはこんな感じの延長なのかで、一度ステーションで2面4線を作るとしたら、真ん中になるからダメ。駅舎台だよな。駅舎台で、こんなような、計画ってことになりますよね。まあこれが妥当かな。これが妥当だと思うんで、相良大野から折り返す列車も欲しいですよね。で考えると、なんで？ここ通れるよな。ここがダメなんだ。ここがつまり通れない。わかりにくい。
表示が良くないですね。これがこうなるから、地面モードになっちゃうんだ。まあこんな感じになる。あ、これでこうつながることができる。ただここがまだあれなんで、こんな感じか。で、そうだよな。で、これが、あら、つながらないんだ。もうちょっと伸ばしてみると、あ、いける。ここもいける。ここもいけますね。つまり、まあ、で、持って、撤去して、こんな感じか。で、かつ、こんな感じで、レールで、レールじゃない、ステーションか。ステーションで、操車場、ホームなし。12両か。こんな感じになるよね。まあ、つまりだ、あれ？あ、でもここ分岐するんだよな。分岐して、ここで折り返す瓶が出てくるから、全部ここで折り返してたんだよな。
まあこことここを当たる便ってどうかな、そんなにないと思うんだよな。だからあーこれ使えないやって なるわけで、まああくまで分岐を20に下げて、こっちからこっちしか入れないっていうのはちょっとやばいけど。これってマイナス20メートルをいってる？あっぽいな。10メートルじゃない、マイナス20メートルを通ってんだ。だよな。あーこれ通れないってことは、マイナス10メートルじゃダメなんだ。あ、これ上がれないんだ。逆にマイナス30メートルで、でもここマイナス10メートルだからな。つまりマイナス20メートルをしか通れない。
マイナス30メートルだよな。ああ、これ。なるほど、ここだ、ここでようやくマイナス10メートル上がれるのか。って考えると結構厳しいな。まあ、いわばここマイナス20メートルだから、10メートルに上がれると思ったけど、こんな感じか。で、ここを削除して、こういうこと、こうすれば接続はできる。あと、対比、ここで対比することはこっち側からしかできないっていうのが大前提になるってことか。まあ、もったいない気もするけどな。逆に言えば、なんて言ったらいいんだろう。こっち側からこう接続して、こう言ってもいいかもしれない。まあでも、ここから先じゃないとダメだろうな。違う、ここをこう行けばマイナス20メートルで、通れるから、
じゃあここをの下を通って皮を剥かないとダメだから、まあここはここで仕方ないんじゃないかなと思うわ。うん、ではしやない結果これ逆らうのはこっちか。サガラオの通るんだったらこういう感じになるのか。で真ん中の線を行くから。こんな感じでシーサスができて、こっちを一応シーサス作っとくと、こんな感じでシーサスを2本作って、これでこっからこっちを直通もできるし、ここを折り返しの市内線も走らせることができるんで、まあ良いかな。市内線のひとまず長距離線は別として、ここまでかな。で、マイナス、まあね、たそういう意味では、ここに接続できたら嬉しいんだけどな。まあ上に上がるにしても下に下がるにしてもどっちにしても、まあ、こうなるよね。で、こ
ちも同様で、こんな感じかな。で、20メートルで、感じかな。こういう感じになるよね。そして、電車区の下に次の駅を設置することになるのか。まあでもどっちかといえば工場の前に置きたいよな、レールを。こうなったら、あとはビルがここにあるから、工場に置くのかビル前に置くのかっていうとこだよな。工場だとここの線になるし、ここからこうつなぐ線になる。まあここら辺に通ってなるし。こっちが通ってもいいってことになるな。一方、ここを通るような感じになるのか。北端行くとここら辺だよな。まっすぐ行くと。まあいいや。まあビル沿いかな、ひとまずは。だから結局終点駅をどこに置くかってことになる。と、まあ20メートル、マイナス20メートル置いてもいいけどな。マイナス20メートルだったら、この下に置けるからな。あ、ダメなのか。あれ？なんでダメなんだ。
これマイナス2段。あ、これは大丈夫なんだ。マイナス30だと、あ、いける。あ、ダメな、ん？ダメ？なんだ、名前？マイナス20では下をくぐれないってことは、2段分作るのか、これ。ってことは、まあここを行ってもいいけど、もしくはここを撤去してもいいかもしれない。違うわ、あの地下鉄駅で、ここを行くんだったら、ここかなっていう感じやな。まあ一旦やっぱりここ撤去して、資材置き場台やったっけ、おう、マイナス10メートルだよな。ここがいっぱいいっぱいのとこか。ここ工場で、どっちが積む側だっけ、積み下ろしする側、どっちを積み下ろしする側やん。あ、これこれこれ、トラックがで積む側だから下ろすがこっちか、まあ、こっちになるよな。まあ逆にでもこっちに行った方がいいんだよな。
まあ、ここはここで入るし、ここはダメだな。ここはどこからも資材を取ってこない。まあいいでしょ、地下駅だから。それはそれで、うん、とりあえず2面4線で、これ東丹駅になるのはちょっと嫌だな。まあいわばここ終点だから、うん、まあこういうことか。つまり、まあこんな感じだろうな。いや、どうなんかな。ここを置けば、つまり。ペースは数曲、ここら辺の まあでもこれはこっち側の路線で別に
ここを通ってもいいかもしれないですね。それに2面もいらんよね、これ。いらん。こんな感じでいいや。中間で両方をまあ結ぶ感じになると、で一応ここで診察作っとけばいいと思う。で、続いてはどこに置くかだよ、内気を。で、4線置きます。こうかな、いや、こうだな、やっぱり。こうだ。で、こうなるよね。いや、基本的にやっぱり、うちの方を、下ろした方が良いような気はしてきた。うちの方を下ろした方が分かりやすいかも。
こういうことか。で、20メートルで、じゃあは、まだ10メートルで、でもこれは接続するところまでだろうな。一応審査作ったとしたら、こんな感じになって、多分こうなるから。これを20メートルにしたら、こういうことか。こういうことだよな。で、こちら側もシーサス作って、ただし、これで、まあ、で、こっちもシーサス作って、ただこれをやると、ここで、どこで初めて、ここは渡れるんだ。ここ OK、まだダメ、ここは渡れない。ここか。仮にここで、地下駅で、ホームなしで、12両、ホームなしだぞ。ちゃ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 、操車場だ。操車場のホームなしだと、なしで、まあ、ギリギリ足りないな。12両になったらダメか。じ
重量だったらいけんだけどな。まあいわばじゃあどうするかって言ったら、ああまあでもここまではダメだから、あ、どっちみち厳しいのか、どっちみち絶望的なのか。ちょっとこっち側に寄せると12秒でここを入れられるんだけど、ひとまずは今はダメってことだな。ここからこう必ず入らないとダメだな。でここに入って、10分止まって運行しないとダメだ。ひとまず、3駅、作りました。地下鉄の延長線は。では、1本快速を増備しようと思います。で、ここでトレイン見てみよう。地下鉄は150ですよね。で、追跡すると快速があって2本あります。なので1本交流です。まず U5 って書いてんな。 U5 なんだけど、通勤列車だよな。
これが普通に使う列車ですね。これ旅客列車になるのかな。どうだっけ？カスタムの方選んだっけ？あ、カスタムを選んだんだ。で、どうしようかな。156をそのまま この空港東折り返しだな。速で156か。地下鉄現入庫って書いてあるな。あ、急行なんだ。これ快速じゃないんだ。急行になるんだ。まあ、快速の方がいいんじゃないかな。なんでつくばエクスプレスも快速扱いだったから、急行はちょっと以下を快速にしましょう。で、2000でここに158は置くようにします。海浜あだ池、私鉄あだ池、あだ池浜、新あだ池っていう風にします。
で、ここで158は、基本的に全列車適用にしますが、ここをまあ全列車適用ですが、でここ150、ここも分岐全列車適用か、としますが、158だけ、時間指定を行います。そうだな、20時ぐらいかな、20時半ぐらいで、今何時？ 9時19分か。3時ということで、でまず基本158、5時半かな、発車時間。で、折り返し。で、以下2番は、4分で折り返しだな。折り返しとします。この4本折り返しは、こちらは全列車適用にします。これで OK。で、ここですね。ここはバス停ですね。一応、大池ミッドタウン前でしましょう。これらの、ビルを大池ミッドタウンと名付けます。で、ここはどこかっていうと、西谷台家ですね。に、まあし、で、ここからは、まあ、10分停車になってますが、
これ156ですよね。で157以降が でですね、157は こんな感じですか。全列車適用。4番線が全列車適用。1番線が3分全列車適用か。一応今のとこはここで全列車適用で必要な分はこれだけでいいや。
あと特急もあるんだけど、特急は直通ですね。地球はどこに接続するんかなっていうとこですね。分からん。でもノンストップだろうな。ミッドタウン止まるかな。止まっていいのか分からん。まずでも6000系からちょっとやってみる。まず6000系って160だけど、まあ通過ですよね。これは4番線をもちろん通過。2番線3番線に入っても多分通過だろうなぁと思うけど、で今のところ直進は全列車適用で、ここの直進も全列車適用だけど、こうかな。ひとまずこれ全列車適用で、160に関しては通過と。3番線を全列車適用で、も同じ全列車適用で160番だけ通過か。で運転停車だな。運転停車は乗降なしにすれば OK です。10分停車。
とはみんな乗り降りで10分停車で、これはそのままでいいと思います。一方反対側は、反対側はまあ3分だけど、で160だけ通過ですね。であとここが、一応全部直進であることを確かめる。この先は接続してないんだ。で、これに関しては156のみ停車で、あとはみんな分岐か。で、男性は160含めて4分停車で、これでいいはずです。でここで、160番の追跡を行ってみましょう。ちょうど地下に入るとこですね。でここまで止まって、今何時だろう、20時過ぎか。止まります。でこっからいよいよ入ってきます。通過です。でここ10分停車ですが、あくまでこれ運転停車となります。ここで折り返しですね。空港東に止まりまして、今何時？ 23 時台か。なんか各駅停車感があるんだよな。で、折り返しのとこに着くんだけど、1時過ぎてるんだよな。大丈夫かな。
が1時44分だ。入ってくる。すぐに出る。結構特急が飛車に邪魔されてる感じですが、ここで折り返し、
おっと、やばい。よっしゃ。引っかかってしまった。結構詰まってますね。やばいです。一列車追い越した。ああ、ダメだ。追い越せない。結構長距離列車になっちゃってるのかね。あれ早い、出ていくのが早いや。止まっちゃうからな。あ、でも抜かすことはできました。通るんだ。今0時なので、これ車庫に入るということですね。57だ。今3時過ぎか。あー、ダメですね。こっち側に入っていくんだ。ではですね、ちょうど158を配置させましょう。158は、反転か。あれでもさ、これでいいはず。
ここで、そうだ、全然何もやってなかった快速の停車駅の配慮を。10時半か。直進して荒池ミッドタウンですよね。5時40分。これもまっすぐですよね。まっすぐじゃないや。ここは12分停車にします。特急が来たら追い抜かされるってことですね。6時6分か。ちょっと待った。そうだよな。仮に入ってきた場合でもまあ3分停車でいいか。で6時6分。
きましょう。さらに追跡じゃなくてダイヤウィザード、4分停車ですね、空港東が。6時22分かな、6時26分に出るのか。あれ、ゆかはこれ3分だな。6時38分。次が霧ヶ淵、3分停車。6時52分か。5分停車ですね、地下鉄弦は。7時8分。で当然右へ行くんだが、タイミングが悪いな。
ミンは、いや、ミン3分停車でいいけどな。また直進。で、地下鉄巻きですね。愛知0分発。ターミナル駅が見えてますね。8時発ということで、地下鉄5円ん？ちょっと待って、本当に5円って止まるのか？5円止まるんだ。ミンは通過するんだな。まあ3分停車か。7時15分。次は地下鉄五感まで止まらない。通過だよな。地下鉄五感は止まるんで、7時36分。ちょっと待った。ストップ。
5分か。3分なんだこれ。あ、でもこれ5分でいいでしょうね。特急だけ3分でいいと思う。次に2分が4分停車になって156だけ166160も4分で10分じゃなくてここは4分だな。ああでもこっち入るんだっけ。なのでThank you.
ていう感じか。7分も止まるのにな。で、1番は10分停車だけど、これ徐行なしだよな。ん？なんで？ああ、そういうことか。で、通過して。158は、ここが、ここ気をつけなあかんか。158は直進だよって。これは直進で、逆にこっちは分岐なんだ。で、ここは停車の折り返しでいいんだよな。じゃあもう一回、158に戻ってダイヤウィザードをかける。
15、9時16分。で、ここは乗降なしの10分停車。ということになります。ちょうど入っちゃってますね。9時57分か。9時57分の10時2分。で、合ってる。10時33分かな。通過ですよね。通過して で、まっすぐだ。5分停車。あれ？ここは止まらないんじゃないの？
サプテ社か。3分停車。11時25分。35分か。11時50分。で、通過ですよね。11時21分かな。4分停車だな、ここは。
13時8分。いいですね。車台系が13時27分の13時半だろうな。ここは10分停車ですね、足立区ミッドタウンは。お、ちょうど特急がやってきた。ちょうど地下の、あのところを空いたところを通ってっていうところですね。20時半か。これ2往復だね。100、あ、違うわ。だから多分2往復になると思う。14時5分。14時9分か。ってことは、8時間39分ですね。5時半からだと。ってことは8往復か。約8往復ってとこですね。
と待って、157って今どこだ？あ、ちょうど来たところか。じゃあ続いてやってくるっていう感じです。ね。なるほどね。まあ約8往復弱ぐらいは、空港東までは約8往復弱ぐらい。一方快速だけでね、この先となると5往復 4.5 から5往復あたりですね。でもこれじゃちょっと台北市内は寂しすぎる感じではあります。そこで1本だけローカル線を作って、ここを往復させてみたいと思います。そうしないとちょっと寂しいかな。特急は多分2往復いけるかな。往復で9時間ぐらいだろうかな。9時間、10時間ぐらいかな。急が待っている。
この辺の改良も次やらないといけないですね。まあ、地下鉄の延長もやりました。この辺は10メートルはいけるってことか。いいですね。美術館はめ込んでやりました。これは入らないんだ。でかいな、デパート。アウトレットがあります。このアウトレットがはめ込める。はい、ということで、地下鉄を新たに作ってみました。延長3駅、一応ダイヤも簡易ですが、そんなに大きな影響はないでしょう。まあ、あっても特急が乗り入れるこの駅の先ぐらいかな。そんなに問題にならないんじゃないかなと思います。
はい、ということで、地下鉄はとりあえずは今回あまりやることはないのでここまでですね。次回はやっぱり気になる駅の改修ですね。今2面4線しかなく、そこで特急の通過線もあるんで非常に渋滞してます。なのでこのままじゃまずいってことで、あだいけを6線にして、で両線に特急の通過駅を設けていきたいと思います。でまあ当然折り返し線と車庫線を入れてっていうことですかね。まあ、この辺の配線もいろいろ変えたいと思います。一番ボトル、この足立駅がボトルネックになっているので、こちらの改良を次回やりたいと思いますので、ぜひお楽しみに。はい、今回の配信ツイッチで お届けいたしました。ツイッチアカウントフォロー、リポストお願いいたします。あ、ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー and チャットコメント please。そして、YouTube アーカイブ2日後ですね、13日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel 2 days afterプレミアライブ、まあ、YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねもぜひお願いいたします。TwitterX、マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、見ていただいてありがとうございました。A 列車で行こう9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。